ごめんなさい遅れました。二段ベッドの上上がってたら障害物のせいで降りれなくなっちゃってまで。今日はちゃんとね、パジャマじゃないよ、朝だけど。なんかリボン結ぶんだけどさ、ちょっとリナこれ知らなくて、リボン結ぶの。なんかね、普段リーナが着ない系統、なんかあれみたい、飛行機の飛行機のあのコーヒーとか配ってる人。ん？これどうやってやるの？髪の毛が。キャビンアテンダントさん、え、それかな、なんかそういう感じの服だと思う。え、ちょっと待って、結べないんだけどうん、結べた。多分これで合ってる。ちょっと髪も結びたいんだよね時間がない。あれ、櫛持ってこなかったんだ。リナ櫛持ってきたかと思った。櫛ないとできないよ。やっぱ触覚減ったな。髪の毛勝手に減ったんだけど、なんで？プレゼントじゃない、自分で買った。特価握手会、ツーショット会があるのでね、今日までですよ今日の12時まで。え、こっちの目まださ調子悪いんだよね。リーナなんか一回腫れたらずっと腫れてる、こっちの目いつも。この前と同じにしよっかな。ここで三つ編み。カレンタンにもこういう大人っぽいやつもやってほしいな。あ、そう、そろそろ美容院行きたいんですよ私。なんか卒業式前に美容院行くか、と入学式前に美容院行くかで悩んでて。おはよう、音符ありがとう、ハートありがとう、 2.5 ハートありがとう、あたありがとう。朝から可愛いね、ありがとう。そう、朝配信だよ。おはりな、行ってきます。行ってらっしゃい。みんな仕事なのか。行ってらっしゃい、あたありがとう。今日も早い配信、そうだよ。みんな今日ね、あのこたつで寝ちゃったんだけど夜こたつにいて、で一回起きて、え、ベッド戻りなよみたいな言われたんだけど、寝ぼけててそのまま寝ちゃって朝こたつにいたでもね、起床早かったよ。6時より前に起きた。5時58分とかに起きた。で、最近というか昨日からちょっと、おー、これ楽しいじゃんって思い始めてるのが
つむつむなんですけど、つむつむをねやってました。朝から朝つむしてました。頑張ったね、ありがとう、パートありがとう。朝ごはん食べましたか？え、まだ食べてないんだよね、そんな早く起きたのに。つむつむ合戦してました。よし、くましてもありがとう。結婚式時逮捕です。キャビンアテンダントさん、服かわいいでしょ。おはよう、四色マシュマロありがとう。ちょっとね、またむずい、また三つ編みリナに試練が多い。今日もさ、メガネかけたくてさ、メガネ探してたんだけどさ、今日もメガネなかった。おはよう。夕食マシュマロハートありがとう。可愛い朝からありがとう。めっちゃ褒めてくれるじゃないですか。朝からなんでそんなに可愛い？みんなが会いに来てくれるからだよ。東京、え、雪降ってんの今東京。そうなんだ。でもなんか寒波がまた来るみたいなのをこの前聞いたから、それが今日かもね。え、今日めっちゃ寒いって聞いたわ、そういえば。みんな寒波頑張ってね。川でしのいでね、防寒。前髪が全然決まんないんだけど、なんで？前髪が全然決まらないの、なーぜなーぜ？なんかなーぜなーぜっていうのさ、なーぜなーぜ、え、待って、ボコってしてる。やり直しだ。なんかなーぜなーぜっていうのがさ、一時期 SNS で流行ってたんだけど、なんか例えば、みんな会いに来てくれないの、なぜなぜみたいなのが流行ってたんですけど、みんなさ、桜井優衣ちゃんのフルーツジッパーの桜井優衣ちゃんのなーになーなーになーにから始まったって知らないでしょって思って、もっとね知ってからやってほしいと思いましたね。え、なんかここどうしてもボコッとしちゃうんだけど、なぜなぜ。うん、なんで。ハートありがとう。え、本当に目の調子悪すぎるんだけど、なんで、なんでな、なんでなんで。寝てる間に髪の毛逃げた。いや、いつもね触覚逃げちゃうんだよね、リーナの元から離れてく。え、待って、あれやばい、指が入らない。あ、ここで失敗はやだよ。え、待って、その前にここめっちゃ長いの流れてる。え、むずい。むずいよ。やばいって、ね、このボコはしょうがないのか。もうリナ5時58分に起きたよ。みんな何時に起きましたか？でも今日何時に起きたって言われると、一応3時に起きたんですけど、もう一回寝て5時58分に起きました。4色マシュマロありがとう。
スクショタイム？スクショタイム？まだ。自分も左目調子ずっと悪い。花粉のせいじゃない？花粉？え、でも多分リーナこの前あのお肉食べすぎたからだと思う。この前お肉食べすぎたからだと思う。花粉でリーナ目やられない人なんだよね。鼻だけ。花束ありがとう。よしくマシュマロありがとう。出す耳は研究生は決まってる。出す耳というか髪型が決まってるから、耳かけとかも全部決まってる。出す耳が決まってるわけじゃない。うわ消えちゃった。ハートありがとう。札幌から埼玉に帰ってきたら速攻で花粉症になった。北海道杉の木ない。え、ないんだ北海道。なんでないんだ。寒いから。え、ボコってしてない。あんまり。ちょっと感動。これ何、ちょっと何これ、え、嫌なんだけど。あ、隠れてくれた。え、これ嫌なんだけど。ちょっとでしゃばり髪の毛。え、やだやだ、やり直し。めっちゃやだ。お、まとまったくないか。前髪がどうしてもまとまらないんだけど、なぜなぜ。一回え、なんで、こんなん。口ってすごいよな。手では果たせない役割を果たしてくれる。うん、え、ね、本当にこれ切りたい。もう。すごく嫌だ。何この髪の毛。後ろに引っ込ませる作戦。お、うまくいったじゃないか。なんかでかくないか。こんなもん。え、なんかさ、むずいんだよねこのさ、この三つ編み。でかくなっちゃう。というか目が調子悪い。ジェラシーと思ってこれで話そっかな。どっちのタイミングで病院か悩む。悩むよね。どっちもってわけにもいかないじゃん。そんな切れないし。こたつ風邪ひく。本当？風邪ひくの、こたつ。でも電源ついてなかったよ。あ、ありがとう。メンバーみんなやってるイメージ。何をだ。よしかましょうね、ありがとう。調子が悪い。遠かったら気づかないか。
今日10日間連続配信なの。2桁いったね。それはイエイですね。やったね。これ今日まで3月16と17私服とナースを見れますよ。恋人つなぎできますよ。 JAC 最後です。おすすめです。もう JC の私は戻ってきませんので、ぜひ会いに来てください。12時までです。今日の正午です。夕食マシュマロありがとう。髪直したからの阻止ダメ。どういうこと。もうメガネ新しいの、やだ探したい。なんかリーナいつも新しいの買ったら出てくるんだよねだからやだ。なんかさ、小学校の頃名札つけなきゃいけなかったんだけどさ、名札なくなったら買わなきゃいけないじゃん、まあ、つけなきゃいけないから。で名札なくなって買ったら出てきてなくなったやつ、結構その繰り返しを何回かしてるんだよね。なんでさ買った頃に出てくるんだろう。かわいい、ありがとう。ハートありがとう。カンパ頑張ってるなんて言ったっけ、リーナ言ったっけ、なんて言ったリーナ。ちょっと無意識に入れてたかも。今ゴミ出し行ったら雪降ってた。今日ってそんな寒いんだね。グモニー、フルッパー語源だったのね。そうだよ、前髪もうちょい増やして短めにしたら安定しそう。なんかさ、短くはするんだけど、なんかもう増やせないんだよね前髪が。これでもリーナ増やした方なんだよ。なんか髪の毛があんまさ前にないんだよね、後ろにある。つむじが前にあるからかな、あんまないんですよね。埼玉雪降ってる。そうなんだ。愛知降ってるかな。おはよう。5時起き、すごっ。5時起きか。それは何、アラーム、アラーム5時起き今お仕事中なのかな。お仕事中じゃなかったらさ、5時に起きて3時間の時間何やってるんですか、8時までの。ハートありがとう。やばい、もうスクショタイム取ります。リクエスト待ってます。ちょっと急ぐね、まだ布団出れてない。助けて、それは頑張ってください。リナもあの布団というか、こたつ出れなくて布団に戻れなかったので頑張ってください。6時に起きたよ。健康的ですね。7時36分に通知来て起きた。通知で起きたんだまあいいアラームになったんじゃないですか。そんな音するっけ通知って、ちょっと分かんないけど。養殖マシュマロありがとう。いっぱい食べて背を伸ばそう。まあそんな比例はしませんよ、食べるのと。みんなたくさん食べてるけどそんな背伸びないもん雨ありがとう。油断してるといつか目も痒くなる。それは頑張ってほしい朝から日本一かよ。本当？世界は？ね、出来上がり。コームの凄みを痛感する。本当にすごい。可愛すぎて同級生が羨ましい。でも同級生は東海とか来ないんで、おすすめですよ。同級生になった気分で行けますよ。同級生はリーナのナース姿も見れないし、私服も見れません。リーナおはよう。朝からリーナのお顔が見れたおかげで今日も仕事頑張れます。行ってきます。頑張ってね。配信してるからあの人たち内緒で来ちゃった。誰誰に内緒で来たんですか朝からウィンクごちそうさま。なんかもう
こうやってやってないとさこっちの目が調子悪いからさ、どうしてくれるんだ。左目がビューラーっぽい、ビューラーっぽい、ビューラーっぽい、どういうことどういうこと、ビューラーっぽい、こっちビューラーっぽいとは。どっちもビューラーしたよ、一応もう下がったけど。すごい、あーどうか、え、すごいでしょ2桁もいったよ。ええ、目が本当にやだ。口の目隠して配信しようかな。なんかちょっと中二病のなんか漆黒の悪魔みたいな感じで寝起きでのメイク。いや、さすがにさすがにまつげあげたし涙袋描いたよ。今日も一日頑張ってね、頑張るよ。みんなカンパ頑張ってねって言ってた。本当？カンパ頑張ってねって言ってた。カンパに耐えるのを頑張ってね。フォローしたタイミングで毎日配信ラッキー。え、めっちゃいいじゃん。毎日見れるね。後ろから持ってくるんだよ。少ないと感覚が気になったりするじゃん。え、でもガチで増やしてほしい。なんか、え、どっちが似合うんだろうね。前髪薄いのか増やすのか。でもねえな、増やす方が似合う気がする。千葉も雪降ったり雨。降ったり雨は嫌だね。なんか雪なのか雨なのかみたいな、どっちかにしてほしいよね。コメントどっか行っちゃった。あと1分しかない。雨ありがとう。やばいやばい。カンパ頑張ってねポーズ。うん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 。え、適当にやっちゃうね。うん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 。え、会いに来てね。うんうんうん。やばい、終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう。ありがとう。やばい、今日もゆっくりしてしまった。もう本当に雪マジ嫌なんですけどポーズ。うんうんうん。え、めっちゃいいんだけど雪。めっちゃいいんだけど雪。かわいい、ありがとう。アイテムたくさんありがとう。やばい。OK! ということで今日は始まりたいと思います。今日の12時までで東海薬師会の16日17日の締め切りがあるので、ぜひ一回でも会いに来てください。まあ、ネタなくてもね、私が話すので。あ、終わるわ、終わります。ありがとうございます。